わ。そうだな。役に立つぞ。ありがとう。
興味深い。なあなあ、おい、任せろ。注文はお決まりですか？ご来店ありがとうございます。さてと。お買い上げですか？ありがとうございます。人気の商品です。商品のお買い上げですか？商品ありがとうございます。どうも、おすすめです。それにします。おっかいね。おすすめで。毎度あり。それにします。おっかい。またどうぞ。何になさいます？そちらおすすめで。お待たせ。そちらの、こちらが、そちら、こちらが、またお越しください。そちら、お持ち帰りですか？そちら、ご注文の品、そちら、おきま、ご注文、おきま、ご注文、ありがとうございました。かわいいよね。やばくない？ん？
みんなどう？被害者のこと何か分かったかしら？ああ、見覚えのあるやつが何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。となるとやはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだったということか。けどそいつら様子が変つうか妙な感じでよ。妙な感じ？全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。借金してアリスんとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。うん、確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、なんか異常だね。ジェイルで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。被害者の情報集めは終わったみたいだな。次はアリス本人の調査か。だな、今日はここまでってことで、また明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。おう、出かけんのか。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ？ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット…まあこの姿じゃ仕方ねえか。お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか？そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。あ、来るみたいだぞ。アリスさん入られます。やっぱ超可愛い。知恵負けます。5秒前4、3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ？おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ？とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。様々なジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？私実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて
寂しい思いをしました。自分を変えたいって思いながらなかなか変えることができなくて。でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを私のように引っ込み思案だった人に届けたい。誰かの光になりたい。それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど最近は彼氏の噂なんかも。急に黙っちゃって何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、君のことが好きだ。付き合ってくれ。え？ちょっと何言ってるんですか？こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。急にそう言われても。また冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと私はどうなるのよ。聞いた今の。あの二人って婚約してたんだよね。てかこれヤバ、放送事故じゃない？ CM 入って。お願いだアリスちゃん。いい加減にして。何なのよもう。何が起きてるの。あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。ねえ、あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。じゃないとあんなことしないよね、普通。確かにありゃまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない。願いを主に捧げるとアリスに釣られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドノだぜ。つまりアリスは。そうなのかな。アリス言ってたよね、誰かの光になりたかったって。私と同じ夢。前に雑誌でアリスの記事を見て、私ちょっと共感してたんだ。だから社長に頼んで生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。アンドの。面白かった。今の声アリス。隠れよう。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから、声を。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。それより見た、あの女の顔。あ
ありえないって顔してた。自分が勝ち組だと思い込んでる人ほどああいう時にいい表情するんだよね。アリスさん、もうこんなことやめませんか。はあ、何言ってるの。私むしろ被害者じゃない。何をやめろって言うの。理由も方法もわかりませんが、あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。また痛い目に遭いたいんだ。許して。あ、ごめん、偶然踏んじゃった。さっきのだってただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。味方するのがあなたの仕事じゃない。それとも音真似みたいに壊れちゃう。部屋から出られなくなっちゃう。まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。やめて。だったら傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。土下座しながら鼻水垂らして、また動画撮っとくし。ほら早くしてよ、早く早く。出ないとこれ止まんないよ。おい、あれは軽く踏んでる感じじゃねえぞ。このままじゃあいつ。やめなよ。君たちは。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの、嘘だったわけ。やだな、ちょっとふざけてただけだよ。そうだよね。はい。じゃあ先に行ってて。あ、ちょっと。あなたってもしかして高牧杏さん。私のこと知ってるの。うん、モデルには詳しいんだ。ファッション誌全部チェックしてるから。私ね、あなたのこと大好きだったのね。私と友達にならない。エマはもちろん知ってるよね。私の友達キーワードは。お断りします。あんなひどいことする人、私は絶対認めない。うーわー、傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない。だからふざけてただけって言ったでしょ。あれ、そういえば君って確か前705にいた。もういい、帰ろ。ああ残念。あれ、でも彼にはカードを渡したはずなのに、どうして私に従わないんだろう。っていう感じで、ごめん、頭にきて帰ってきちゃった。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して友達になろうと言った。つまり奴はエマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。エマで人をジェイルに入れて願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。なもん、カモシダと同じじゃね。そうかもしれない。あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ、奴はもはや普通じゃない。放っておけば被害者が増えるだけだ。もう街でも目立つレベルでいたな。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める。ジェイルにお宝はあるのか。
問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが。お宝ってなんだ？パレスを発生させている欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら？アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言うそれらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。質問、なぜアリスを改心させる必要がある？なぜって、困ってる人たちがいるから。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。仕方ないって、お前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ？わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ？お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。それが我が輩たち怪盗団の信条だ。だな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。心を盗む怪盗よ。うん、だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団、そうか、心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。私にも心がわかれば、そうなればもっと良き友人になれる。ソフィア、わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか？心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい、人の心が、怪盗団のことが。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。お、懐かしのイベント。あんま変わってねえし。気に入った。気に入っちゃった。私はソフィーがいい。じゃあこの世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。合点承知だ。なんかお前最初に比べると人間っぽくなってね。ネットで日々学習中だからな。もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるなよ。んじゃ、やるからには派手に行こうぜ。ええ、苦しんでる人を助けたい。それが怪盗になった理由だったものね。それで私も助けてもらった。やられたのは赤の他人だが、見捨てたのでは怪盗の名折だ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。
誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも。私は怪盗団についてくぞ。よーし、怪盗団本格再始動だ。決まればまずは準備だ。備えあれば憂いなし。武器や物資が必要になるな。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。うちらも用意しとくから準備できたら集合かけてね。おい、つけておこう。どうした？ようこそベルベットルームへ。運命の歯車は回り始めた。あなたの、そしてあなたに迫る厄災の。今は小さな種に過ぎず、まだその力を推し量ることはできませんが、あなたの持つ無限の可能性を育むことがその脅威に抗う力となるでしょう。では我が主の代行として、私があなたの旅路を見届けさせていただきます。こちらこそ。ご存知の通り、あなたはワイルドの素養により複数のペルソナを扱うことができる。古き人格を捨て新たな人格を生み出すペルソナの処刑、いわば合体。これらを駆使することが邪悪な意志を持つ者たちを打ち破る鍵。今は主が不在のため、私専用の処刑器具で合体を執り行います。かつてあなたが宿したペルソナの力を引き継ぐことはできません。ですが、旅路での新たな出会いがあなたの可能性を引き出してくれるはず。いずれわかります。再び運命の囚われとなったトリックスターよ。運命の鎖を解き放ち、人々の心、願いを取り戻してください。それがきっと、いずれ来る混沌を退ける希望へとつながることでしょう。その歪みなき決意がある限り、私も協力を惜しみませんので、では早速、ペルソナの合体を行ってみましょう。2体のペルソナを合体させ、新たな力を得るのです。生み出すペルソナを選んでください。新たな力が得られるようです。
お悩みですか？新たな力が得られるようです。継承するスキルをお選びください。このペルソナでよろしいですか？では始めましょう。新たな力が得られましたね。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろしい。よし。ご覧になりますか？ご覧ください。登録するのですね。登録するのです。現在の状態を上書きしました。新たな力が必要な時はいつでもここを訪ねてください。私はあなたのそばにいます。それではまた。ミリタリー屋は臨時休業、竹見委員は夏休み、武器とか薬買えねえじゃん。タイミング悪すぎだろ。困ったわね。無防備で異世界に入るわけにはいかないし、別の店探すしかないな。でもそう都合よくあるかな。どうした？困ってるのか？なんか役に立てる気配。私でよければ相談に乗るぞ。もう聞いてくれソフィア。あのね、ジェイルの中でも使える道具を探してるんだけど。あいにく武器と薬の調達先が休業中だ。このままだと
異世界潜入に支障がある。近くにいいお店ないかしら。ネットで頼むのはどうだ。それもありだけど届くまでのラグが厳しいな。それにお医者さんが扱うような効果の高い薬は手に入らないわ。問題ない、ネットは広い。リュウジ、何か欲しいものあるか。あ、欲しいもん。そう、何でもいいぞ。んじゃあ、金の延べ棒。あのね、小学生か。だよ、冗談じゃねえか。つかいきなり言われたからよ。オーケー、注文した。ちょっと待って。あ、注文。ちょ、バイク便です。はやっ、ていうか金の延べ棒。早く開けたらどうだ。リュウジ、お前が注文したんだ、行け。お、俺かよ。
Thank you.
なんかだろう。本物かな。やべえ、シャレじゃ済まねえぞ。俺の目はごまかせん。間違いなく金だな。ありえない、ありえないんですけど。わあ、これでカフェが開けるね。夢みたい。早く交番に届けないと。いや、でもこれは習得物なの？それとも事件？落ち着け。ある、誠。どうだ、役に立てたか？ネットで早く届けてくれる業者を見つけた。これなら時間もかからない。ネットで金塊って、闇ウェブにでもアクセスしたのか？正解だ双葉。大丈夫、法律は破ってない。支払いは仮想通貨でしておいた。後で振り込みよろしく。よろしくじゃねえよ。これっていくら？多分100万。キャンセル。何か言ったか？キャンセルだ、こんなもん！毎度、一人に来ました。ご利用ありがとうした。なんとか持って帰ってもらえたけど、寿命が縮まったね。もう、リュウジが変なこと言うから。いや、まさか本物来るとか思わねえだろ。口は災いの元というが、俺も気をつけよう。だがこいつは使えるんじゃないか。この速さで届くなら十分だ。ソフィアにいろいろ見つけてもらおうぜ。それでいいか？オーケー。じゃあ何でも買えるように手配する。ソフィアショップオープンだ。いろいろあったけど結果はオーライかな。ああ、これで準備できそうだ。ジェイルの中で何が起きるかわからねえ。しっかり備えていこうぜ。さてと、